わ嬉しい。なんかいつもねあややでこう口パクをね、うん、皆さん見ていただいてるけど、私歌が大好きで、ちっちゃい時から実は演歌習ってたんですよ。ほうで演歌で素人名人会っていう番組があって、あ俺オーディションで落ちた。本当に、はい、それで小学校あ3年生の時に受かって演歌で出たんですけど、やっぱりでも女の子になりたくて、うん、アイドルに憧れた聖子ちゃんの歌を。なるほど、じゃあそれ歌いましょう。はい、お願いします。一緒に、はい、ちょ声低いけど皆さんびっくりしないでねなんか、はい、オクターブ下でいくんでしょ。オクターブ、うん、でもキー下がってるから下がってるよ。じゃあじゃあ、はい、じゃあお願いします。歌詞分からなかったら準備しようかね。あ、ありがとう。大丈夫、覚えてね。大丈夫です。歌ってますからライブで。本当？はい。二人の部屋のちょっと低い。低いって、ちょっと低いって。ちょっとごめん。ねぎちゃん、あれあげて。ごめん。二人の部屋の、あ、いいです。いいです。いや、上がった上がった。これできるから。二人の部屋の。それでいこう。ねぎちゃんごめんね。大丈夫。こんなことになるのは想定ない。すいません。はい。どうしよう、高かったらどうしよう。なかなかアコースティックでね、歌わせてもらうって。そうそう、聖子ちゃんのコンサートみたい。聖子ちゃん、声で歌うからね。そんなことない二人の部屋の扉を閉めて思い出たちにさよなら告げた。あれから半年の時が流れてやっと笑えるのよ。毎日忙しくしているわ。新しい人生を私なりに歩いてる。大丈夫か？あなたに会いたくて会いたくて眠れる夜はあなたのぬくもりを、そのぬくもりを思い出し、そっと瞳閉じてみる。いやーすごい、すごい出ますね。キーはね高いですよね。フルコーラスね、まさかのあなたの後ろ。もう一回キー戻せますいいですか、すいません。もうやだ、なんか高かったの。もうやらしいわ、やらしいわ。もうそんなん計算抜くやん。の後ろ、やらしいわ。ちょっと腹立つ。歌より笑いも持っていかれた。違う違う、ちょっと悔しい。歩きたかった。自分があげて言うて二人で未来気づきたかった。どんなに愛しても叶うことない。愛もあることなど気づきもしないほど、あなただけ見つめてた、愛してた。私のすべてをかけてあなたに会いたくて会いたくて眠れる夜はあなたのぬくもりを、そのぬくもりを思い出し
そっと瞳閉じてみる。しびろ聞いてくださいよ、はい。一緒に過ごした日々を忘れないでね。後悔しないでしょ。二人愛し合ったこと。そこも行きましょう。あなたに会いたくて、会いたくて、眠れる夜はあなたのぬくもりを、そのぬくもりを思い出し、そっと瞳閉じてみる。最後、はい。愛してるとつぶやいて、とかでやった方がいいよ。あのね、アコースティックで歌唱力もトントンでしょ、お二人。トントンやりやすかった、うん、で声もハスキーでしょ。そうそうそう、これね、クリアな人でやったらね、すっごいハスキーがバレるから、うん、すっごいね、なんかすっごいやりやすいですね。やりやすい、もう俺見られたしね。あのちょっとね、なんやろ、見られて、あなたに会いたくてってまたちょっと攻めてたけど、はい、その攻めにちょっとひるんでる自分が恥ずかしい。ちょっとあれだ、あのね、見られてるみたいな。そんな攻めてないのに攻めてたっていう感情がめっちゃ好きでしょ。ほんまに。でもね、私はね、はい、一緒にこうやって歌わせてもらってから、はい、マイク入れて喋らんでいいけど、うん、あのね、ザ・ベストテでね、あのハスクルララバイをね、聖子ちゃんと二人で、ね、そう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 、台の上登って、聖子ちゃんが好きだったんですよね。そうそうそう、2回歌いましたよ。台の上登って、次の週は来週はどうなさいますかって久米さんに言われて、1位のイモキントリオさんやったら、来週は聖子ちゃんとって言うて切れたんです。うわ、ほんでどこで歌ったんですか。聖子ちゃんがオムレツ作ってくれた、僕たちのために、俺が歌ってる間。ほんだらもうできたオムレツがもう殻がいっぱい入っててバリバリバリ。聖子ちゃんの作ったオムレツ。いやもういいや、文句言いなんと食べなさい、聖子ちゃんの。食べたけど、いやでも聖子ちゃんの。その時に、もうね、こんなに好きなの嫌なのに釣れないな、なっていうやつが、もう今まで見したことない、もう緩んだ笑顔で聖子ちゃんにちょっとこう逆にね、聖子ちゃんに背を向ける感じで歌ってた、なんか長健さんを今思い出して、私は聖子ちゃん側だなと思って歌ってました。いやでも本当にあれは感動した。聖子ちゃんもね、口ずさんでたんですよ。そうなんですよ。そうそうそう。キリのって言って。聖子ちゃんはすごい。ね、だから僕、聖子ちゃんでしょ。はい。その後イモキントリオが初めてスター誕生にゲスト出た時のデビューが中森明菜ちゃん。はい、うわ。で中森明菜ちゃん見た時に僕はこの子絶対売れるから取材させてくれって言って、その後僕明菜ちゃんといっぱい取材。まだ明菜ちゃんが全然売れる前に。へえ。めちゃくちゃ可愛いと思って、でそっから取材とかして、それこそ変な話連絡先も交換し、その当時の自宅の連絡先やから、はあ、で誕生日プレゼントもらったよ。キャンディーボックスのキャンディー、なんかキャンディーが入ってて、こうちょっと太ったおばさんのステラおばさんみたいな、ステラおばさんのな、で こ, う、うん、でこれこれが蓋になってるんですよ。それ割っちゃったんです僕、うん、上を、うん、で割っちゃったって明菜ちゃんに言ったら、はい、怒って電話も変えられた。何やそれ。それっきりやった。それな、あのさ、なんかいいエピソードいっぱい持ってます。何違いますね。いやいや、だから別にアキナちゃんも、アキナちゃんもだからアキナちゃんは好きでしたね、僕あの当時。だから聖子ちゃんとアキナちゃんでも聖子ちゃんよく対比されるけども、うん、ね、よくあの聖子ちゃんはとか、うん、アキナちゃんはとか両方じゃん、もうこう、まあ聖子ちゃんはそんなね直接なんとか会うたらご挨拶するし、だからあの当時は僕だから藤谷美和子ちゃんもね大好きで、由比ヶ丘の総理大臣とか見て、うわー懐かしい、うん、だから そんな時代、ただのミーハーな大阪の男の子やったからね。だから一緒よ。あ、そうですね、本当に。で、ね、令和今素人名人会、ね、僕オーディション落ちてるし、うん、僕スター誕生も申し込んでたら、あの予選会の案内が来て、芸能界に憧れてたんですね。そうそう、で予選、まあもともと俺お笑い
さんまさんの弟子になろう思ってたから、でさんまさんの弟子になりたいですって言いに行ったら、さんまさんが高校だけは行っとけって言って高校に入ったんですよ。でも本当にずっとやっぱり動き続けてる永井さんがすごい好き、うん、もうさ、いや今もうコロナや、まあ、愛ちゃんなんかテレビ出てるし、僕らの世界こうや、いやいやいや、こんなんやんか、いや本当そうですよ、今もうどうなるか分からへんやん、で僕も何回か事故したり、飛行機の日航機の今日話したけど、日航機も僕あの時1便前に乗って助かったりとか、ヤンタンやったからな、ヤンタン6時の便に乗る予定で、僕早く空港に着いて5時の便に乗って、その日生放送さんまさんとやって、さんまさんは前日の18時の便に乗ってて同じで、そんなことも考え、いろんなことがあったりするとこう生かされてるねんなって思うようになってきてから、ちょっと楽になったから、だからこう何かやって何かじゃなくて、だからこの YouTube もそうやし、すごい、だからずっとやっぱりこの大好きな芸能界に居続けようという気持ちって、私もそうなんですけども、うん、どんな形であれやっぱりしたいこと、この世界にあるっていうところが、私はいつも本当に尊敬してますから、あかんって言われたら僕らの世界終わりじゃないですか。そうなんですよ、ね、声かけてもらってる間はどんな形であれ、どんなメディアで、でも偉そうにするわけでもなく、でも這いつくばるわけでもなく、はい、もう年齢的にもそれなりに年取ってきたから、56か、すごい、だからそう考えるとやっぱり言えることも言える立場になってきたのかなと思って、まあ、こんなのいらっしゃって、俺の話はええねん。いやいやいや、聞きたかったんですけど、私ね、もうね、せっかくええよ、ええよ、なんでもいいよ、いいですか、もう一曲歌ってもいいですか、うん、歌うんや。いや、だってせっかくよご用意していただいたのに、ええ、歌って、一番だけでもいいよ、ワンハーフでもいいよ、次何する、ね、なんか、じゃあ、タカジンさん、あ、タカジンさんも来てた、東京、どっちでもいいですよ、東京と何、やっぱ好きやねん、やっぱ好きやねん、うん、やっぱ好きやねんもありますか、うん、あるよ、やったもんな、全部これやった、私がリクエストしたのすいません、本当に、いえいえ、これはあの男なんで元気でいけますんで、元気、中島さんの、はい、あ、じゃあやっぱ好きやの歌ってください、俺こう歌詞一緒に、はい、歌おう、中島さんの思い出もあるでしょ、あるある、もうあの人にはな、はい、まあ、私も素人時代からいっぱい番組でお世話になって、あ、そうか、はい、高人さんな、なんか心残りなことはいっぱいありますけどね、高人さんに対しては、はい、どうなったっけちょっと待って、やだ、なんで喘息がちゃうから、ネタや、じゃあネタじゃない、あ、わかりました、わかりました、やらしいネタやん、それ何それ、すいません、わかりました、わかった、もう一回、もう一度やん、そっから行きましょうか、歌から行きましょう、歌から行こうか、ワン、ツー、スリー、はい、もう一度やり直そうって、平気な顔をして、今さらさしずめ振られたんやね、あんたわがままな人やから、嘘の一つもつかないで寝てたくせに、過ぎたことやと笑ってるあんたを、どういう意味だ、いいのにね、やっぱ好きやね、やっぱ好きやね、悔しいけどあかん、あんたよ忘れられ、やっぱ好きやね、やっぱ好きやね、気づく抱いてよ今夜、オペサミ、やっぱ好きやね、やっぱ好きやね、あんたやなかあかん、
うちは女でいられやっぱ好きやねやっぱ好きやねきつく抱いてよ今夜は。高木さんだって可愛がってもうたでしょ、はい、それこそ冗談酒場の時から可愛がってもうたでしょ。そうです、お店の時もそうだし、うん、本当に闘病されてた時も、うん、手紙を書いていただいて、うん、愛はもうそのままで行けって愛の道を歩むんやってお前は大丈夫やって言って、うん、こんなメモをいただいてからそれは本当お守りみたいに思ってますね。うん、僕はだから高木さんと知り合ったのは、うん、大阪球場、その当時の大阪球場 で何回近鉄線でおったら高尻さん来てて、そのまま「お飯行くぞ」って新地連れて行かれて、うわでクラブガー2軒ぐらい回って最後アフター行ってで朝3時か4時ぐらいまでおったのかな。で次の日のラジオで「昨日長井健一と一緒やったんや」って言うと、うん、夜中2時ぐらいかなお姉ちゃん連れて帰るやったら連れて帰ってええって言ってその時はイラッてしてんけど、はい、高人さんなりの愛でシャレやねんけど若いからその当時、連れて帰ってないわって言うしなっちゃって、そうそっからなんか高人さんまあもちろんカンテレとかな行ったら挨拶で、はい、お前何してんの元気なんかとかっていうのあったけど、うんうん、だそういう意味では愛ちゃんの思い出いっぱいあるやろな。いやでも本当にねいい歌でなんか自分の恋にも重ねて歌える歌なので、うん、本当になんか今でもよく歌うし高人さん思い出すし、うん、なんかね本当にもうどんどん芸能界がこう変わっていくっていうのがなどう思う。なんか芸能界さ、うん、どんどんなんか変わってるよね、変わっていってるよね、うん、なんやろなんかねいつもよく言うねんけど寂しいっていうか、はい、まあ僕は今一人でやってるからだけどマネージャーさんとの会話も含めてそうやねんけども、うん、頑張ってるか元気かって一言でええやん、うん、それがね多分会社でも一緒やと思うね。社長が、うん、ありがとうな、はいはいはい、ごめんな、それをメールだけで片付けられてしまうと、いやいやメールでできるようになっちゃったから。そうなんですよ、メールはな時間とかはええねん、うん、何時にどこどこ集合とかは、はい、でもそうじゃなくて検査頑張ってます大変ですけどいろいろこうやってきますんでなんとかですって。僕らの時代の僕デビューした時の社長は嘘でも、はい、心配すんな現に何があっても俺が守ったのからって、まあそういうね、いう時代やった。そういうプロデューサーさんとかそういろんな人がいた、うん、もうまさにねもう昭和、ザ・昭和のおじさんトーク。そうだからもう、もうそんなことを言うてるようじゃん、もう言うてるようじゃあかん、変わらんってことやな。そうだからやってんねん、こうやってそうだから、変わりましょう。もうまた、まただからまた本当に、もう女になりましょう。いや、なんやねん第2の永井健一は、おねデビューしまーす。女性になんの？あの2回目私これ出していただく回があったら、うん、私ちょっと綺麗にメイクして女装させてください。いやいいよ、はい、全然いいよ。いいですか？うん、できるんですか？できます。昔は綺麗になったと思うけど今はもう無理やろ、ヒゲも濃いし。でもねそのね綺麗になれへんやろ、綺麗になりたいっていう気持ちが大切。もうね一歩踏み出してます、前に前進してますので皆さん、ね近々近日公開です。ぜひ皆さんお楽しみにしてください。いやほんまに愛ちゃんはすごいな、バイタリティが。いやほんまに、うん、いや私も新しい扉を見たんでね、本当にこういうね本当に姉ちゃんごめんね、今日途中で聞き換えて、これ途中で聞き換えてるのはネタやから。ネタじゃないから、これ絶対もうやらしいわ、キーがあるから、やらしいわ。すいません、おじさんのスイタスイタみたいなトークに付き合っていただいてありがとうございます。さあ、はい、最後に、はい、愛ちゃん、なんかあれはないんですか、これからの夢とか。でもね、私はやっぱりね、うん、本当に自分の人生ね、決めてて、あ、大西健二の人生最高やったって、もし普通に目つぶれれば、うん、そういう人生にしたい選択をずっと心がけて、うん、一日無理のない自分らしさをずっとやってるんですよ、うんうんうん、だから、これからもそういう生き方したいし、うん、あと私も動かないといけないので YouTube を始めましたので。そうそう、はい、パラナイちゃんも YouTube 始めたらしいので、ぜひ皆さん、皆さんチャンネル登録といいね
よろしくお願い、チャンネル登録してくれないとタダですからね。押すのはタダなんですよ。いや、そう、やらしいこと言う。だって押すの簡単やけど、押してよ皆さん、押していただいて。これね、分かったんですけど、はい、YouTube 登録ってできへんっていう人がおるんですよ。知らんでしょ。だってチャンネル Google のアカウントを持ってないと、はい、そっから、そっからなんです。ダウンロードっていうこと。違う、それと Gmail を持ってないと YouTube のあれができないんです。だから例えばヤフー、チャンネル登録誰でもできますよ、ね、できません。Google を持ってないとダメなの。でもね、それはすごい熱弁してるけどね。その人はまずこれ見ても伝わりませんので。いや見てないから。だから皆さんね、できないって言われるんだ僕らも、まあ、チャンネル登録できないですよって言うから、いや押してください。 Google を皆さん、あの、とりあえず何でもいいからメール取ってください。 gmail.com、 はい、そしたらポチッとこうできるんです。ポチッと、ポチッとが昭和だよね。もう昭和満載でお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、あの、愛ちゃんの YouTube もありますし、はい、あ、お店も三軒茶屋にも三軒やってますので、皆さん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、本日のゲストは春菜愛ちゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。